久しぶりの外国さんですね。1ヶ月以上経っちゃったな。っていうか、まあ、今日はね、本当は長野ツーリングに行ってる予定だったんですよね。はい。長野県、伊那かな、あれは。うん。そのあたりのね、ちょっと温泉地へ、っていうかもう山近いところの温泉地の方へ行ってね、星空がね、めっちゃ綺麗なんですよね、あの辺ってね。なので、その星空を見に行こうというツーリングをね、行く予定だったんですけど。よいしょー。行かずにね、三重県内をうろうろしてる理由は何でかというと、長野県雨なんですよね。まあ、今日の時点で見ると雨っていうかね、ちょっと小降りの雨に変わってはいるんですけども、もう出てくる直前までね、天気予報では雨雨雨ったら雨ったら雨って感じでね。まあ、雨降りでもね、今はもう 予定変えずにね、トゥインゴさんで出かけちゃってたんですけど、今回はね、なぜ星空見に行くのがメイン。雨じゃね、うん、星空のほの字もねえよって感じで、ね、ちょっと保留して延期、ね、来週に延期に、しようかなと思ってね、今回はやめたんですけど、はい。まあ、やめたとは言ってもね、まあ、今日一応なんかバイク乗るつもりだったので、まあ、ちょっと出かけてみようかなということでね、出てきておるわけですよ。あれ、ドカテイラーさん空いてるじゃん。な、寄っとこうか。お。モンスターのこれは。いいよね。ちょっとね、スクランブラーの方が置いてあるかなと思ったんですけど、置いてなかったね。9月の第1週に来るらしいですよ。ちょっともう新型スクランブラーでね、発表されてからもう1年近く経つんじゃねえか まだ日本に入ってこないんだね。今度、9月の頭に展示するって言ってるね。それ買って、ドゥカティジャパンに入ってきた3台を各ディーラーさんに順番に回しているっていうね やつらしいんでね。なかなかないんですけど、はい。まあ今日はなんだかんだといろいろとこうやって話し込んでますけども、こうやって来てる理由はね、はい、これですよ。ガソリンを給油しに来たんですね。ガソリン。あっちー。はい、17.19燃費ですね。いいよな、やっぱり。
ぶっちゃけのこう、まあ、ディーラーさんに行って何をしに行ったのかというとね、次期愛車候補の選択に入るのかなと思って出かけてるんですよね。パイピックさんダメなのかっていうとね、パイピックさん素晴らしくいいんですけどね、今も乗ってるともう間違いなくいいんですけどね、50型の時に乗れなかったのは、まあ、重たいからっていうのもあるんですけど、要はもう出たいから乗れなくなっちゃったっていうのもある。まあ、ぶっちゃけところね、このパイピックさんなんかでも、まあスポーツモードとかいろいろね、ライディングモードがありますけど、まあ、ほとんどアーバンモードでことを済ませちゃってるっていうね、そういうことからしてもですね、まあ、ぶっちゃけのこのパワーっていうのはそんなにいるわけじゃないんですよね。で、パワーがそんなに欲しいっていうわけじゃない。曲がってるよっていう感覚が欲しい。その時にね、このパイピングさんの曲がってるよっていうか、もうね、私の腕だと、前のちょっと動画の時にも話しましたけど、こうやってね、体、もう無理やり体重移動させて曲がらないと曲げれないですけど、それがまあ、またまたもう一つ楽しくってね、非常にいいバイクなんですけど、いいバイクなのかよ。いいバイクなんですけどね。私の身長的に手軽に出すにはね、ちょっとね、ちょっと違ったんだな。そう、一旦動き出してしまえば別にいいんだけどね、乗るのが億劫、乗り始めるのに億劫になっちゃって、月一乗るか乗らないかになっちゃったんだよね。前の797なんかはそれこそ週1でね、必ず乗るような状況だったのに、乗らなくなってきちゃってね、まあ、私の記憶の中での伝説に残すバイクとなるかなと。